はい、では皆さんこんにちは、貢献チャンネルの黒田です。前回のね、ブレーキマスターのブレーキマスターかの動画に引き続いてですね、今回はその通りブレンボークラッチマスターシリンダー編ということで、ホワイトボード書き直してきました。これも問い合わせめちゃくちゃ多いですから ね、難しいですからね。これね、もう本当にあのぶっちゃけるとね、もうやっぱバイク屋さんとかから問い合わせくることが多いんですよ。やっぱあのプロの方でも不安になることは多いと思うんで、まあ、ちょっとこれを機にね、しっかりとこれはこうってこうとどめさせておいて、誰でも分かるようにしておければなと思って気合い入れてタイトル書きました。頼みますよ。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。いクラッチマスターなんですけど、まあ、ぶっちゃけると、まあ種類少ないんですよね。うんうんうん、でそもそもクラッチを油圧の車両がね今少ないんじゃないですか。うんうん、だからその油圧が流行った時期があったんですよね。うんうん、多分98、99ぐらいから、まあもちろんその前からもあったんだけど、うんうん、なんかやたらと油圧クラッチが流行った時代が98年ぐらいから2006、7年ぐらいなのかな。うんうん、やたらとね油圧クラッチの車両がいっぱい出た時代があって。うんうん、その頃ぐらいの車両が結構メインになってくるのかなと思います。で、じゃあ、 まあ今回はどんな車両につくのかで、あのまあどういう、ね、横型純正がこれだった場合はこれはマスターを選んでください、うん、で、まあ、その中の主な代表車種がこんな感じですっていうのを説明していきたいと思います。はい、じゃあいきます。とじゃあまず RCS、はい、もういっぱい種類出てますね、うん、19mm、17mm、はい、16mm、14mm、はい、が出てます、うん、で、RCS コルサコルタ、はい、これはですねブレーキの時にもちょっと説明したんですけど、はい、ブレンボ的には最終的には RCS とラインナップ揃えたいらしいんで、うんうん、多分19、17、16、14やっぱいずれは出してくると思うんですよ、うんうん、でもなかなか出ない、うん、あのもうなんなら もちろんね、もう昔からこれが出た当初から早く他のサイズ出してくださいってうちも要望は出してます、うんうん、で多分全世界の人が割と思ってます、はい、でも先に出たのがコルサコルタ RR が先に出ちゃったん でコルサコルタ RR も多分同じサイズは同じラインナップなんで、まあ、同じだと思ってください。でもそういう車種が減ってる現状ですからね。まあね、ちょっとね、なんで16かっていうとね、やっぱりそのブレンボってイタリア、はいはい、ヨーロッパ系のやっぱ車両が多く使われるんで、はい、まあ、つまりドカティとかが多いんですよ、16ミリが。うん、やっぱそっちからイタリアで走ってる系のバイク向けなサイズがやっぱ先に出るんですよね。うん、で、RMC、はい、アジアルマスターシリンダーの方はこれですね、もうちょっとね、ちょっと古くてね、あのどんどん廃盤になってきちゃった。前までは、ね、16とかあったんですよ、うん、どん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 廃盤になって残るところは、うん、あれえ19じゃねえなあれちょ緊急事態発生した19じゃないですね。19ではないではないですね。16になります。16mm、はい、あ、16mm だけやっぱ16mm だけフルラインナップなんですね。そうなんです、ここはフルラインナップ、うん、そう、前まで 19mm もあったんですけど、うん、今は廃盤になってしまいまして、うん、今はこのサイズオンリーになります。なるほど。という ところで、じゃあまず上からやっていきましょうか、はい、RCS19mm、はい、純正の横型サイズで合わせると8分の5インチになります。はいはい、で、まあ、中には純正でセミラジアルのバイクとかもやっぱあるんですよね。ああ、まあそうですよね。セミラジアルの車両は基本的にはセミラジアルの場合はそのセミラジアルのサイズと同じラジアルのサイズにしてもらえれば大丈夫です、うんうん、結構セミラジアルっていうのはちょっとラジアルじゃなくてちょっと斜めなんだけど、うんうん、あれ結構ねラジアルに近い形してるんで、まあ、構造的には確かにそうです。横よりはラジアル向きなのでこの同じサイズで選んでもらえれば大丈夫です、はい、なので横型が8分の5インチの場合は19ミリを選んでください、うんうん、これが、ね、主な車種、主な代表車種一応かけました。まあ、いくつかあるんですけど、はいはいはい、よくカスタムされるのとしては XJR1200 と XJR1300、うんうん、まあ言うてね、もう多分これ以外使う車両ある、まああるはあるけどないんだったっけ、
じゃじゃって、まあ、でも本当にもう車両がちょっとやっぱ年代経ってますからね。そうですね。あ、まあでもヤマハ車多いのか。ヤマハ車だ、あの VMAX とか、はいはい、だいぶ背を向けてます。VMAX とかね、 F、 あーはい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 、まあ、あの昔のさ、ほらあの MT-01?01 っていうのかな、あ、もう見ないですけどね、まあ、ああいう時代のやつですね、まあ、主にヤマハ車が多いのかな、うん、ヤマハってね、やっぱなんかブレーキの時もそうだけど、やっぱちょっと独特ですよね、サイズ感が。あのモスキャリパーもそうだけどみたいな、そう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 、独自なちょっとあれがありますよね、独自な路線で行ってますんで、うんうん、はい、続いていきます、はい、17ミリですね。この横線もちょっとどうにかならなかったんですけど、横線ですけど、最後に書いたのは良くなかったですね。最初に書くべきでしょ。そうでした、ね、そういうところなんですよ、ちょっと良くないのがね。はい、はい、まあ、ちょっとこうユニクロみたいになってますけど、はい、17ミリは、純正横サイズ14ミリです。14ミリ、はい、で、ここに書きましたが、川崎はほぼこれです。おお、ほぼこれ、うん、一部例えば ZX14R、うんうん、とかあそこら辺ってセミラジアルで19ミリがついてるんですよ、確か。ああ、なるほど。で、だから基本それで言うと19ミリなんですよ、うんうん、ただめちゃくちゃ重たいじゃないですか、うんうん、めちゃくちゃ重たくて、で同じ19ミリにしてもせっかくねラジアルにして軽くしたいっていうのに、まあ、ぶっちゃけ19ミリにしてあんま変わんない、タッチとかもね、うんうん、いいですけどあんま変わんないんですが、うんうん、まあぶっちゃけると17にあそこは変えても大丈夫っちゃ大丈夫なんですよ、うんうんうん、17に変えるともちろん軽くなりますし、その代わりちょっといっぱいクラッチ握んなきゃいけないんですけど、ちょっと手が大きい方だったら少しね、あのレバーアジャスターで少しレバー遠くしてあげれば問題なくクラッチは切り切れると思います、うんうん、まあ、あのあくまで、ね、推奨は19、同じラジアルだったら19になるんで、うん、できたらな、軽さを求めてなかったら19の方がいいですけど、うんうん、軽くしたいんだったら17でもありかなと思います、うんうん、で、まあ、基本的に川崎はほぼこれです、はい、まあ、あのブレーキの時もお話ししたけど、横型サイズは、うん、純正のクラッチマスターシリンダーを覗き込めばどっかに書いてあるんです、刻印がね、刻印がもう本当裏とか超見にくいところに書いてあるんで、うんうん、のもうウォーリーを探せみたいな感じで探してもらえば、はい、大丈夫です。で、川崎 と、ちょっと時期たなくて申し訳ない、初期はやぶさ、はい、98年から07ぐらいまでかな、はい、あのなんか一番最初の方があのゴールデンハムスターみたいなやつ出てて、なんか 初代はやぶさのなんかゴールデンハムスターみたいなやつあったし、なんかね、ずっとねゴールデンハムスターって言ってたんだよあのゴールデンハムスターとか、CB1300 の9802とか、はい、この辺は結構ね、まだ今も走ってますからね。そう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 、この辺が、まあ、純正 14mm 使ってて、うん、17mm が、推奨サイズになります、うんうんうん、で、続いて一応多分全ラインナップが 16mm ですね、はい、これは、2分の1インチです、はい、で、2分の1を使ってる主な車種は、うんうん、はやぶさの08以降、うんうん、2代目っすね、うん、ラジアルキャリパーに変わってからかな。確か初代ってアキシャルなんですよ、ハヤブサって確か。ああ、あのボディで、あのボディで、まあ、で、08以降だったり、まあ、途中からブレンボキャリパーとかになってますけど、まあ、その辺は全部もうこっちです、はい、と CB1300 の新しめの方ですね、03以降、はい、これね03から1号って書いてあるんですけど、ぶっちゃけ言うと1号以降も多分大体これなんですけど、はい、ちょっとうちが適号をちゃんと取ってないだけで、うん、まあ一応ね、見るときは純正のこれを見て、刻印をね、刻印を見てからやってもらえると、はい、で、あとはドカティの一部の車両ですね、うん、で、最後に 14mm、はいはい、これは RCS しかないですけど、これは対応横型が 12mm、はい、で、これはもうドカティの本当一部の車両、うん、多分国産で 14mm 使ってるのってほぼないに等しいと思うんですよね、うん、では。で、あと書いてありますけどギアマスター、はい、これはこれはですね、スクーターにリアマスター左じゃないですか、はいはい、あれブレンボにしたいって時はこれ使うんですよね、うん、ほうほうほう、で大体ほらフロントブレーキは4ポット使って、うんうん、でリアのブレーキって大体カニ使うじゃないですか、うんうんうん、で前回のブレーキの動画で
新カニ旧カニとか2ポットをフロントに使う場合は、うん、ブレーキ14ミリ使ってくださいねって多分言ったと思うんですよ、うんうんうん、それと一緒です。リアキャリパーって大体新カニ旧カニ、うんうんうん、2ポットを使うんで、その場合のフロントのマスターシリンダーを、手で行うスクーターに関しては、14ミリを使ってくださいっていうことなんです。名前がちょっとクラッチマスターなんでややこしいですけど、そう、なんかリアブレーキマスターとして使うみたいな。そうなんです、うん、物一緒っすからね、まあ、言うても言うても昔はさ、ほらあのよくあんまりこう RCS とか流行る前の時代、うんうんうん、RMC が主流だった頃っていうのは、うん、もうなんかブレーキ買って、うん、逆さにつけてクラッチに使う人とかもいたの。で使えるんですね。まあ確かに確かに、ね、その取り出し口が逆になってるとか、ロゴも逆になってちょっと、ね、なんか裏返して見た目も裏側になっちゃうけど、あでも使ってる人は平気でいて、まあ、そういう風にやる人がいるぐらい。やっぱ結構ねこの RMC っていうのが、うん、あのラインナップも少ないんだけど、うんうんうん、これ別な動画でも言ったんだけど、うん、RMC ってめちゃくちゃコアなファンが多くて、はいはいはい、そのやっぱ RCS とかちゃんとラジアルマスターではあるんだけど、うんうんうん、その可変レシオがついてるから、はいはい、その可変レシオでこうプッシュロットがちょっと動く分、はい、やっぱなんかダイレクト感にちょっとかけるみたいなものがやっぱあって、うんうん、で RMC はもう可変がない分めちゃくちゃダイレクトにいくんで、うんうん、あのタッチがやっぱこれらより全然いいですっていう、うんうん、まあ実際そうではあるんですよ、うんうん、でまあじゃあ素人が分かるかって言ったらちょっと難しいんですけど、うんうん、結構ねやっぱりプロとか走りやレース関係者でしか分からないレベルではあるんですけど、うんうん、まあやっぱりそういう、ね、昔ながらの走り屋の人とかはちょっと RCS じゃやっぱりタッチが嫌でこっちがいいっていう人は中にはいるんで、うん、なるほど、そういう使い方をする方もいらっしゃいます。なるほど。ちょっと小話になるんですけど、17ミリっていうのが、はい、結構出たのが割と最近で、ここ多分10年、それ最近なんですか？最近です。多分10年ぐらいなんです。10年前ぐらい、はいはい、ちょっと ぶっちゃけちょっと正確な年数わかんないけど、はいはい、あの昔は17なくて16しかなくて、はいはい、川崎全部16使ったんですよ、はいはい、だってもちろん数値が低ければ低いほど軽いは軽いんで、うんうん、ただ川崎車に16つけると、うん、まあ軽くめちゃくちゃ軽いけど、うん、めちゃくちゃしっかり握らないとクラッチが切り切れない状態、うんうん、なのでちょっと映ってるかなここら辺グリップがあります、はい、スイッチボックスがありますウインカーがあってね、はいはい、ハイビームとかあってね、はい、こう、大体合ってる。ああ、そうですね、うん。そんな感じですね。これが、もう本当にここに密着するぐらいまで握っても若干クラッチ半クラじゃねっていうぐらいになることが多くて、すげえ軽いんですよその代わり、はいはいはい、で。それを回避するにはどうしたらいいかっていうと、アジャスターでね元の位置をやっぱりこうやって遠くしてあげる。ああ、ストロークを稼ぐと。そう。こうすると。まあぶっちゃけ大丈夫なんですよ。しっかり握り込んでも途中でクラッチがちゃんと切れる。ポイントが奥側になるってことですね。そうそうそう。その代わり、まあ僕なんか手でかいし指長い方だから全然大丈夫なんですけど、うん、やっぱ指が短めの方とか、うん、まあ、女性とかもそうですよね、うん、手ちっちゃかったりすると、うん、マジで遠くすると届かなくて困っちゃうんですよ、うん、で、なんか川崎車使いにくいなっていう話が出てて、うん、多分これはもうブレンボが川崎車向けに作ったサイズみたいなイメージ、うん、多分もう川崎は17がいいでしょ、もう本当1ミリの差ですけど、うん、17にすることで川崎は16ほど軽くはないけどちゃんと安定してクラッチが切れますよっていうのが17ミリなんですよ。もうこれも革新的で、出た時はもうね、もう川崎車みんなこれですからね、みんな歓喜で、うん、もうパーティーもう EDM とか流してね時代まあ確かにそうそうそうですね。あとはもう難しいことないかな。あとはその、ね、この辺の XJR とか CB1300、まあ、ダイグそこら辺で、うん、
よくクラッチレリーズ側をカスタムされる方いらっしゃると思うんですよ。であれね、クラッチこのサイズって結局クラッチレリーズのピストン系とマスターシリンダーのピストン系の組み合わせで軽くなるんで、あのクラッチレリーズ側を軽くする方向に持ってっちゃうと、もちろん軽くなるけど、こっちを軽くする、こっちも一緒に軽くしちゃうと、もうクラッチ切り切れなくなっちゃう。なるほど、なるほど。だからあの正直、じゃあクラッチレリーズ変えた場合はどうすればいいのってなると思うんですけど、もうそれはね、クラッチレリーズのメーカーさんに聞いた方がいいです。ああ、確かに、うん、クラッチレリーズのメーカーさんにこのレリーズ使う場合はブレンボ何ミリがいいですかっていうのはやっぱ聞いた方がいいと思いますし、まあそれが分かんないってなったらもうちょっと正直手探りになるですね。まあ、でもデータはねありそうですもんね。まああると、まあ、信じたい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 、この思いって感じなんですけど確かに、まあ、やっぱね両方とも軽くしちゃうとどうしてもクラッチのキレが悪くなっちゃうのもそういう運命なので、うん、だからやっぱあのブレンドに変えることによって軽くなる理由って、うん、結局ピストン系の問題じゃなくて、うん、あの横型からラジアルに変えることでテコの原理で軽くなるだけなんですよ、うん、パスカルの法則とかいろいろそういうの調べると出てくると思うんですけど、うん、まあ、そういう計算方式に基づいて作られてますんで。なるほど。なので、まあ、この表の通りにやっておけばとりあえず間違いないです、はい、でレリーズ変えた場合は、まあ、ちょっと要注意、ご要相談になります、うん、はい、注意してください。はい、以上ですね。もう今回真面目だな。そうですね、すごい。じゃあまあブレンボー、うん、これ結構これで解説したわけじゃないですか。ブレーキ編とクラッチ編と、ね、あと何かありますかね。なんかなくない？もうあれば教えてください。もうみんなもうこれとあれを、これとあれを見れば、もう大体皆さんブレンボーマイスターじゃないでしょうか。なる、うん、っていう感じです。はい、まあ、いい話しましたね、まあ、そんな感じになりますんで、はい、ぜひ皆さん、はい、あと何か書き出した。はい、ではそういうことで、はい、聞いてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。